水カマキリはカメムシメ、太抗地下に分類される水生昆虫の一種。その名の通りカマキリに似るが全く別の仲間である。体長40から50ミリメートル。水田や地上の水中に生息する。太抗地などに比べて深い水深を好む傾向があるが、これは同じニッチを占める2種が共存するための住み分けだと考えられる。分布は 日本全域にわたる。国外では台湾、朝鮮半島、シベリア、中国から東南アジアと広い範囲に分布する。体長と呼吸管の長さ対比水中での呼吸に使用する日本の鞘状の呼吸管は非常に長く体調ほどもある。その細長い体ゆえか飛行能力は水生カメムシ類の中で最も高く昼間でも頻繁に飛ぶ。これは 生息範囲を広げるのに有効で、一旦生息環境が失われ再び環境が回復した水域への回帰、人工水域への移入定着が本種は進みやすい。市街地近くの地層でも観察されることがある。近い仲間のタガメやコイムシが個体数を激減させているのに対して比較的現代環境に適応した種と言えるが、 環境破壊によってその数を減らしているのに違いはない。携帯からも想像できるように肉食性で、他の昆虫や小魚、おャクシなどを餌とする。優れた飛行能力を有する反面、水中での動きはやや鈍く、太鼓打ち以上に遊泳能力は低い。もっぱら水草、水没草本、腰植物体などの足場に付着して、 それらに擬態しつつ静止し、捕食対象の到来を待つ。釜状の前足で捕らえた獲物には興奮を刺し、消化液を送り込んで溶けた肉液を吸う。消化には非常に時間がかかり、大きな獲物なら時に15時間以上も採示し続けることがある。吸収した後の死骸はそのまま捨てる。11月頃になると、推定の物陰で成虫越冬をする。 4月頃に目覚めた成虫は5から7月になると、孔病し、メスが単独で産卵をする。産卵は、陸上の苔など湿った柔らかい場所を選んで、微単を何度もその中に差し込むようにして行う。細長く白い卵には、ヒゲのようなものが、先端に2本ついているが、これには、卵の呼吸を補助する役割があると考えられている。10日ほど後に孵化した幼虫は、 すぐ成虫と同じように、水中生活を始め、5回ほど脱皮を繰り返した後、約40日で成虫となる。日本で観察できる禁煙種に、ヒメミズカマキリとマダラアシミズカマキリが知られる。ありがとうございます。